始まりました。11月最初のコストコ購入品紹介です。コストコで購入してきた商品をご紹介していきたいと思います。それではスタート。アラジングラファイトヒーター 1,280 円で購入しました。もう早速使ってます。こちらの商品なんですけども、つけるともう結構遠くからでもね、暖かくて足元もしっかりね温めてくれるんで、めちゃめちゃ気持ちいいです。これからね寒くなるんで、どんどん使っていく機会が増えると思います。買ってよかったなと思いました。おすすめです。バリラペーストロッソ 200g が3本入りで1498円で購入しました。今回こちらの商品初めて買いました。基本的にバリラの商品ってパスタ麺もなんですけど、パスタソースとかもすごく美味しいんで、結構外れがないです。これ一瓶で4人前のパスタが作れるみたいですね。これからね作って食べていくのが楽しみですね。ママスパゲティナポリタン1598円で購入しました。冷凍食品コーナーで販売されてました。この一箱に8食分のパスタが入っています。で、私冷凍パスタがすごく好きだったんで、この商品を見た瞬間にテンション上がりました。調理方法なんですけども、電子レンジ600ワットで3分40秒温めて食べれます。で、味なんですが、もう普通に美味しいです。で、中にウインナーとかピーマン入ってるんですけど、ウインナーが結構入ってて食べ応えもあります。リステリントータルプラス2378円だったんですが、スタークーポンが380円ついていたので1998円で購入しました。もうコストコはねダントツリステリン安いです。で、今日はクーポンが出てたんで買ってきました。リステリンおすすめです。中村屋ビーフカレー10パック入り1738円で購入しました。はい、久しぶりに購入しました。で、こちらのビーフカリー普通に美味しいですね。で、辛さは中辛ですけど、そこまでむっちゃ辛いこともなく食べやすい辛さです。ラックスルミニークシャンプー、ラックスルミニークトリートメント1980円だったんですが、スタークーポンが400円ついていたので1580円で購入しました。こちらの商品初めて買いました。ノンシリコンシャンプーということでね、ちょっと楽しみですね。で、この一袋に6回分の詰め替え分が入ってるみたいですね。オーガニックベビーキウイ798円で購入しました。今回初めて買いました。まあ見た目がすごい梅干しみたいな感じですよね。で、こちらのキウイは皮を剥かずに洗ったらそのまま食べれるみたいです。で、味はねすごくね美味しかったです。ナノックス匂い専用 4kg 入り1848円で購入しました。前回買った時よりも少しお値段がお安くなってたような気がします。で、少量でねしっかりとね洗浄もしてくれるのでおすすめです。のりくろ 360g 入り899円で購入しました。久しぶりに購入しました。で、本当に美味しくて、味はご飯ですよに柚子胡椒が入った感じ、ちょっとピリッとする感じがねあって、めちゃめちゃ美味しいです。スターバックスネスプレッソ4780円で購入しました。6種類のフレーバーのカプセルが60個入っています。キュキュッと除菌538円だったんですが、スタークーポンが110円ついていたので428円で購入しました。以前はもうちょっとボトル自体もしっかりしてて、量もね 1500ml 入ってた気がするんですよね。ですが今回はボトルも柔らかくなったのと、まあ、量が少し減ってしまったんですけど、今回まあクーポンが出てお買い得だったんで購入しました。キットカットフォーカフェ1398円で購入しました。60枚入りのキットカットになっています。で、味は普通のキットカットよりも甘さが控えめですごく食べやすいです。美味しいです。キララチーズのり巻き 550g 入りが1578円だったんですが、スタークーポンが320円ついていたので1258円で購入しました。久しぶりに購入しました。このチーズのり巻きは濃厚なんですよね。2種類のねチーズをねしっかりこうおかきの中に詰め込んであって、ほんまに美味しいです。一つずつ小包装になってるので食べたい時に食べれますし、私はお酒のおつまみとして食べたりしています。クゼフク万能だし35パック入り1658円だったんですが、スタークーポンが360円ついていたので1298円で購入しました。今回クーポンが出たんで購入しました。本当にこちらの万能だしはいろんな料理に使えるのでおすすめです。ハンドタオル12枚セット2558円で購入しました。
もう何度もリピートしているタオルです。こちらはキッチンで低服用のタオルにしたりとかしています。で、素材なんですけど綿 100%、 もう生地もすごくしっかりしています。ただ生地が厚いのでこれからの時期乾きにくいっていうのがちょっとデメリットかなと思うんですけど、私はもうこの素材感だったり吸収力が大好きで何度も購入しているおすすめのタオルになっております。クリネックスティッシュ10パック入り738円で購入しました。やっぱり箱ティッシュはクリネックスが一番ですね。6サンヌ 500ml が35本入りで1198円だったんですが、スタークーポンが200円ついていたので998円で購入しました。クーポンがついててね、お買い得に購入できてよかったです。で、続きましてキリン淡麗グリーンラベル3232円で購入しました。はい、グリーンラベルとうとう値上げしました。はい、今までは1本132円だったんですが、今1本135円に値上がりました。1本あたり3円の値上がりです。オイコスプレーン無糖1098円で購入しました。はい、最近はオイコスは無糖も置いててくれるのでよかったです。で、今回ね、購入したオーガニックキウイを乗せてオイコスと食べたりしたんですが、すごく美味しかったです。今日も最後まで動画を見ていただきましてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。